皆さんこんにちは、毎日絵を描いていますが、私はパターンアートは結構毎日ね描いているんですけど、実は絵の基本みたいなものがちゃんとできていなくて、しっかり勉強したいなって思っているんです。それでこれからね、毎日できるか分かんないけど、できるだけ継続して練習していって、どれぐらい変わっていくかなというのを自分の記録として残していきたいなと思っています。絵についてはね、本当に昔きちんと勉強したくて、いろんな本買ったりしたんだけど、やっぱり日常の忙しさにね負けて、結局なんかあんまり上達しないままここまで来ちゃったんだけど、 YouTube とか見てるといろんな漫画家の先生とかね、イラストレーターの方々が絵が上手くなるコツみたいなものを、なんていうのかな、公開してくれているので、それを見ながら勉強していきたいなと思っています。その手始めとしてですね、クロッキーとあと模写を毎日ちょっとでもやっていこうということで始めてみました。もうクロッキーはですね、やっぱり動画で皆さんがねおすすめしていたポーズマニアクスというサイトで時間を設定してね描いています。イラストレーターさんや漫画家さんによってね、何秒でやった方がいいよみたいなアドバイスがいろいろ違ったりしているんだけど、まずはねちょっと手始めに30秒で、描いてみました。まあ本当にねひどいもんだなという感じですね。もう恥ずかしいですが、これから上手くなることをね願ってこんなものも公開しちゃいます。ちょっとさすがに恥ずかしいですかね。で、次の日も同じようにやってみました。なんか一体どんな格好をしているんだってことがね、またいまいち想像できない感じ。やればやるほど悩ましいですけど、そしてこれはちょっと、模写をしてみましたが、もう一番最初の絵が一番左なんですよね。それで、ね、ちょっととにかくしっかり実物というか見本を見て描いていきなさいということをアドバイスされてたので、一個ずつ何がおかしいか描きながら、最後に右下の絵になったんだけど、それでもねなんかねバランスもおかしいし、なんか子供の絵なんだけど大人みたいな顔してるしね、練習していかなきゃなと思います。はい、これまた30秒でね描いてみました。初日から比べると少しはちょっと動きのある絵になってきたのかなという気もしますが、すごく変わってきたという感じはないかな。でもちょっと簡素化できてきたかな、なんかこう余計な線が入らなくなったっていうかね。はい、これもですね同じように30秒で描いています。なんかこう紙の使い方が下手なので、こうどこに描くかみたいなあまり考えないでババッと描いちゃうのでね、描く場所なくなって、だけど30秒経ったら画面が変わって別のモデルが現れちゃうので、という感じでね、なんか頭の中笑わしてるようなひどい状態ですね。はい、これちょっとね2日ばかり経ってもう一回同じものを描いてみました。ちょっと子供らしい顔にはなってきたけど、模写というにはまだほど遠い感じですね。はい、そしてこれも30秒でクロッキーやってみました。今のところ毎日続いています。これが最新のクロッキー30秒です。
そうだな、どうしても顔の向きとかがもう全然どっち向いてるのか描けないってこともあるので、顔を練習しなきゃいけないなんて思い始めています。それでですね、顔を描く練習を始めたんですけど、これがまたひどいんですよね。これ正面も右も左も同じ人を描いているつもりなのに全然別人だし、もうなんだか、まあ一応顔には見えるけどという感じですね。これもちょっと毎日練習しながら、上向いた顔、横向いた顔、下向いた顔とか、クロッキーで、どっち向いてるのかぐらいはね、ちょっと描けるようになりたいなと思っています。こんな感じで、私の絵の勉強始まります。ちょっと上手になっていったら、みんなに見てもらえると嬉しいなと思っています。頑張ります。登録してくれたら嬉しいです。